ゃ良かったじゃん。でなんかすごい、わすごいってなってて、でもやっぱり後半からは相手がすごくて、まあ前回の差し合いは逆だったじゃん、後半がもう日本めっちゃ行ってたから、なんかもうさ本当に、なんか私スポーツにハマったわ、なんかスポーツにを見るのにハマった、なんかもうマジでいい、なんか最高だった本当に、感動止まらない、マジ本当に最高だった、泣いたよね本当に、もう泣いたマジでガチでも最高だった、本当に感動だよね、なんかスポーツってこんなに感動するんだって、なんかさあんまりそういうあれはなかったんだ今までにさ、でもなんか WBC からなんかそう、もう感動して、なんかもう感動したそれよマジで感動した、え、すごいよねマジで、監督もいいと思う、感動したん、最高だった、もうマジで日本にもうたくさんなんか感動ありがとうって思った、ね、泣くよね、感動したな、泣きつね、わかる、本当に良かったマジで、だからなんかその次ラグビー、なんか本当にラグビーとかマジでわかんないんだよ私、バスケもわかんなかったんだけど、だからラグビーも絶対わからないけど、でもなんか見たら絶対リサはちょっと感動しちゃう、うん、でもまた見ていく中でこうルールとかさね知ったり、なんかスポーツの秋でもあるね、秋かもって思ってきた、なんかいつもなんか食べ物ばっかで、なんかスポーツもなんかよりもあれだったけど、ラグビーってどんなルールなんだろう、あとさやっぱりテレビとかでさ放送されてたりするとさ結構なんていうの、まあ見ちゃうよね、うん、覚えるしね、あきららさんのハートありがとう、そう私食べ物もう私ねスポーツのなんとか違うわ、まるまるの秋とか言われたらもういつも食べ物の秋なわけ、まあそれ間違いないんだけど、でもなんかスポーツの秋でもあるって思ってきた急に、自分がでもやるじゃないんだけどね、そうキララさんだ、かわいい、ありがとう、うん、でも見る線がいいな、ちょっとリサ本当にできないから私のバスケ見てやばいやばいやばい、マジで変な動きしかしないから、ラグビーのルールむずそうだよね、どういう感じなんだろう、もやしなのハートありがとう、ザンマイちゃんこれ何欲しい、ありがとう欲しい、サッカーの代表戦、サッカーもねなんかそんなにね詳しくないんだよな、まあでもサッカーはわかるか、変な動きみたい、やばい、ラグビーはそうだよね、ぶつかり合いがあるのか、ラグビーも応援するね、でもスポーツ全部応援したい、サッカーね、サッカーでも最近の結構もうさメンバーも変わってきてさね、もやしなのハートいっぱいありがとう、しんいちさんの花火ありがとうね、川島さん川島さんもういないんだよね、うーんう
もやしなのハートいっぱいありがとう、たくさん。ねえ、推しメン、推しメン、推しメン。え、私と誕生日と年齢同じ？え、すごくない？すごい。ミルセンでね、ミルセンで行こう、マジ応援、応援全力。すごいね代表。え、マジ一緒キーパー。なんかわかんないの、なんかね、まあ、キーパーが好きっていう感じではないけど、なんかずっとね見てる、見てた。え、もうこれでさ、バスケは一時ないよね、次試合は。ハートありがとう、ダンマイちゃん。ないよね。あとオリンピックでもやばくない？来年だよね、びっくり。来年か。誰かバスケ見た人いないかな。まあメンバーであんまり、 WBC の時は結構ねあれだったけど、マジで感動したよ普通に、マジで。ねえ、ずっとスパ、あ、そういう感じか、だからか。やっほー、観戦配信してほしい。オリンピックね、すごかったねえ、すごかった、バスケの全試合最高だった、本当に感動しました。渋谷で見れるの？え、渋谷にいらっしゃるの？日本勝てたね。なんか世界ランキングとかさ、やっぱなんかあれだよね、まあなんか相手のさあれで見るとこ、まあ、あれだけどさ、でもやっぱ戦ってみないと分かんないよねやっぱね、って思った。大会中上がってた。来週からラグビーのワールドカップ。え、来、その ラグビーもさ、そのまたあるってことでしょ、オリンピックに向けての。でもラグビーマジでさ無知なんだよな、なんか何も無知。アジア区ね、それな、日本どんね、わかる、強く強いよね。あとなんかさ、何年ぶりとかいうのがマジでなんか心にまた来ない、なんか何年ぶりのみたいな、もうそんなのさ、しかもなんかその自力でみたいなところ、まあもちろんさ今日がその負けてしまっててもその相手のとかあるかもしれないけどさ、なんかまさそのオリンピックに決まって結果決まってるのはまあ嬉しいけどさ、違うよねって思って、なんかもう感動した。無理無理無理。でもさ、なんか余裕でさ年下のさ選手とかいっぱいいてさ、なんかさやばい、なんか普通に普通にびっくり、えっと思って。なんかそのさ紹介みたいになるじゃん、そのなんか選手のさ、マジかってなる、なんかやばい。48年ぶりとかマジさやばいよね普通に。もうさどんだけって、22歳とか、え、そう思った。え、マジでなんかびっくりしたもん、なんかマジか年それな全然なんかもう全然年下だった。かっこよかったよね、よかった、最高。
マジで最高。本当にスポーツって元気をもらえます。やばい。あ、ラグビーはそんなの関係ないのか。うん、マジで無知、無知の世界。え、バレーボールっていつから始まるやった？はや、絶対見なきゃ絶対見ないとね、みんなで応援しないと。バレーボール、おめでとうさんのハートありがとう。バレー見ないと、絶対見ようね。あ、そっか、種目いないのか。16だ、16から忘れないようにしなきゃ。絶対見ないとね。楽しみ。私本当にバレーボールがね、まあ結構前から見てて、でその野球がその後ぐらいに来て、で次にあのあれが来た、あのバスケとか来たんだけど、友澤さん花火ありがとう、応援しようね。男子は月末かなんか。え、でもなんか早いよね、意外と。なんかなんていうの、女子と男子の間、スポーツ見てるりさみたい。え、本当にもう真剣よ、真剣に見る。でなんか危なくなったら急になんかちょっと見るのを、なんか今までガン見だったのがちょっと控えめになる、怖いからでもなんか誰かと見たいよね、スポーツって、って思った。なんかもちろんなんか一人でなんかあーとかなんか思うんだけど、なんか誰かと見たら絶対楽しいと思う。そう、2週間ぐらいで終わるよね。ねえ、わかる、わかる、わかる。見てたら、そう、私はなんか自分が見てたら負けちゃうかもとか思っちゃうね。楽しそう。なんかさ、日本勝ったらさ、なんかさ隣の人もなんかみんな友達みたいになっちゃってさ、なんかイエーイとかなんかなりそうじゃないみんなみんな友達みたいな、その場みんな友達みたいなね、友達増える。もうなんか隣のなんか知らん人ともなんかイエーイすごいですねとか言い出して突然さでもなんかなんだろう、もうそのね、スポーツなんかもうそのみんな日本を応援してるのには変わりないからさ、もう友達なんだね。楽しそうね、なんかね、いやーマジでバレーボールほんと楽しみ、私ほんとに楽しみなのバレーボールね、そう、みんな友達ね、なんか初対面の人ともなんか友達みたいなその時はね、やばい、盛り上がるよね。いや、もう監督に注目、まずその16日始まったら第一最初に見るのはちょっと一旦監督を見よう。でその後選手の皆さんを見て、ところどころまた監督を見るっていう、一旦ね、ちょっと久しぶりに見るから。シューティングありがとう花火もそうだよ、監督一回見ようね。でもなんか可愛いってなんかなっちゃうんだよな、今日もさ監督さんのインタビューもう可愛いってなっちゃった、なんかもう本当に困った。ねそうだよ、監督さん見て選手の方を見て、そのプレイ中の切り替わった監督さんを見る久しぶりにさお目にかかるので嘘、喋り方大好き、ありがとう反応チェック一回ね、一回ちょっと見させていただいてもよろしいかな。
楽しみ。喜んでる監督さん見ると、そうなの、え、だから本当になんかね、もう可愛いとか思っちゃうんだよ。なんか何の何誰目線って感じなんだけど、なんかね、なんかね、やばくない、この監督さんの話ばっかしてさ。9月16日からね、絶対見ようね。何があってもだよ。第一は一旦監督さん、そうだよ。はじめまして、待ってるね、アルナちゃん。でもなんか気まずいよね、監督さん推しとかってね。じゃあリサはあれだもん、あのみんなが好きってやつ、あの監督さんを筆頭にみんなが好きです。だからなんかこのあ、そう監督、そう、難しいね。なんか監督倒しよりの箱押し違う、でも推ししか見ないとかじゃない、みんな見るからね。いいな、見に行くん、ずるい、マジずるいよね。生の監督さん見れるんだよ、やば。なんか1点入れた、例えば1点入りますですぐ監督さんの顔見たい、絶対喜んでるもんね。エスクエさん見せて、ありがとう、シェア見てくれたの。そう、双眼鏡で見て、こうやってじっくり何をしているかな。チケット取れなかった、マジだってさ、男子がすぐもうあれだったんだっけ、完売とかね、ちょっとね、代々木だった気がする。面白い。あ、女子はまだ見れるじゃん。男子バレーの監督さんあんまりね詳しくないんだよね。でも見たらあれかも、思い出すかもしれない。でいつの間にかね、ずっと見ちゃうみたいになっちゃう。バレエの試合見たことないよ。Y さんだ、ありがとう。そう、なんか男子のバレエの監督さんなんか怖そうなイメージだったけど、なんだったっけ。ありがとうね、今日で、ありがとう、アルナちゃん。なんか大丈夫かな、変ない、もう変ないこと言ってないかな、大丈夫か。あ、そっか、フランスの方、変わった、監督さん変わってない、バレエ昔見に行ったこと、いいの。監督さんってさ、めっちゃ変わるよね、結構ね。今日のさ、そのバスケもさ、そのいたじゃん、監督さんいらっしゃったじゃないですか。あの監督さんがさ、来年いないとかはないの？来年のさ、そのパリオリンピックの時、それはない？変わんない？わかん、まだは変わるかも的な。あー、さすがに、いや、なんかさすがにお願いし誰ちょっと待って誰みたいになっちゃったね。さすがにお願いしたい、やばい。
でもさ、なんかこんなにさ喜んでさ、なんか辛い、それは。だからお願いして、なんか来てほしいよね。しんど。なんかまあそのさ、あわよくばなんかどの監督さんもずっと一緒でいてほしいんだけど、でもやっぱ変わっちゃうものもあるじゃん、スポーツとかね。だからさすがにだってさね、なんかこんなに喜んでたのに、なんかそれでオリンピックやったとか思ってるのに、ね、いけないとか辛いじゃん。ちょっとお願いしたい。うん、サッカーのさ監督さんは変わってないよね、あの森保さん。なんかそう、あの監督さんも可愛いとかなんじゃね、なんかなんかもうダメ、みんな可愛いじゃん。コアハートありがとう。髪型おかっぱってやばい。おかっぱなのあれ、おかっぱなのあれは。なんかさ、その WBC があったぐらいの時期にさ、そのサッカーのなんか予選かな、なんかやってたくないってさ、その森保監督さんがさ、なんかそのなんか喋ってらっしゃったんよ。なんかなんて言ってたんだっけな、なんかね、なんかあのその野球のすごい感動しましたみたいな、だからなんかサッカーもねっていうのを言って言ってたの記憶があって、そうね、やばいよ本当に。ダメ、そうやって監督さんをこうやって見ちゃうね。ひろみんも花火ありがとうね。花火勝ててるじゃないかな。うん、わかる。そう、監督さんの言葉って心に来るよね。それな、めっちゃわかる。心に来るんだよ。うん、監督好きな。やばい、本当にやばい。人間としてすごい。え、わかる、わかる。うん、そう、そうなの。もちろんさ、選手の皆さんは素敵よ。もうそれはもうあの誰しもが思うことじゃん。で監督さんを見るってうん、ね、そうなの。確かに監督さんがね、選手の、うん。監督さん推しの弟さん、やばい。いやでもやばそうマジで。だってそれはそうだよね、もう全てのさ、なんかこう責任がなんか来るやん。なんか自分がこうだったからかなとか思っちゃうよねってだし、なんかすっごいやっぱりさ、周りのあのお客さんとか、まあお客さんっていうか応援してくれてる方とかもさ、なんかやっぱこうだったらとかね、あるじゃん。やっぱそれはまあみんながみんな同じ意見じゃないから、世の中だけど、なんかね、なんか辛いよね。うん、なんかそう思う。私なんか WBC の期間も思った。なんかこんなに選手のみんなも皆さんもこう頑張ってらっしゃって、監督さんもねこう全力で頑張ってらっしゃって、でも
でもなんかそれでもいろんなこうね意見もあるしなみたいな思いましたよ。とってもこんばんはねえ、本当にいや本当にやばいね。ハリオイルやっほー、ハリオイルになってるな戻ったねえ、もう本当にさ自分でし、いやでもさその分やっぱ責任やばくない？自分がその選んだことによってなんか全てがこう決まっちゃうみたいなさ。だって私別にスポーツを見てさなんか思わないよ別に。なんかそんな失敗してもなんかね思わないよ。でもやっぱさそうやってね、やっぱ世の中はそういう世の中じゃないからさね思うよ。なんかいつも思うの、なんかそういうのをねこう見るとね、じゃあ自分はできるのかなとか思わない？なんか急に何ちょっと待って変な笑い方になっちゃった。なんか思う、なんかさその例えばね野球でこうねこれうまくできなかった、うまくできなかったというかまああんまり点にな点につなげることができなかったみたいなとか、なんかいろいろさ発するじゃん。じゃあさそのさ書いてる人はさやってみなって思う。そこでその同じ立場でやってみなって思う。ちゃんとそれはじゃあできるのかなって思わない？なんかそれは思うよめっちゃ。それはでもなんか、うん、思う。どれでもそういうのだから自分は無理だからそんなことは思わん。なんか逆に本当に応援しかない普通にね。いやオリンピック出れるのか分かる？それな本当に。だって日本のを背負ってねえなんか頑張ってあれなのに。もうわかる、やっぱりね。そうだよねプロだからとかね。いやー本当に久しぶりだ。ありがとうあすかちゃん、ありがとう。めっちゃ思うよ本当。なんでこの話になったかって感じだけどそうね、わかる。なんか深い深い話への切り替えそれな、やばい本当に。大丈夫かないろいろ、大丈夫かな本当に。なんかいやね、うん、やばいと思う。もうちょっとねなんかあれなよ本当に突然すぎてやばい本当に面白い急にうん、何がいい、何の話する、面白い。なんか話がもうなんかあっちらこっちら行ってやばい。なんか急に変わったね変わったね。来週の話か行くよ、ありがとう嬉しい。もう来週かちょっと空いたよね前回から。そうでまあとりあえずバレーボールは絶対に見ようね。みんな絶対に見ないと。これはもうね見るんだよ。もう私前ねノートにまで書いてたよ前。ここの日どこ対どこみたいなっけ、日本対なんたらそうマジで書いてたんですノートに。そうなんかそのテレビ局とかもここで放送されますとかもう書いててさ、スケジュールにもね入れてた。だから入れなきゃな、また今年も、今
今年もっていうかもうちょっとで始まるから。ハリオールありがとう。花火も水曜日無理やりみたいね。マジでいいよ、ずるい。まさまさありがとう。マジレンコンが食べたい。え、食べな。でもレンコンってなかなかあるか。え、レンコン食べたいね。エリサもレンコン食べたい。レンコン美味しいよね。でもあんまりさ食べることないじゃん。でも好き。リサもレンコン食べたいな。あのさ煮物とかのさレンコン好き。なんかすっごいこうな染み渡ってるさ。食べたい。食べたくなったレンコン。あのレンコンのなんていうの食感もいいよね。チェルこんばんは。こんばんは。レンコンってシャキシャキ。シャキシャキ。カリカリではないんじゃない。どっちかっていうとシャキシャキなんじゃない。親戚がめっちゃ送ってくる。めっちゃいいじゃんレンコン。レンコンって意外となんかいろいろさなんかオリジナル、何アレンジできそうだよね。わあ美味しそう。串カツいいね。食べたい。レンコン、あー分かる。レンコンチップ好き。美味しい。こんばんは。いいじゃん。いいね。いいよ。レンコン食べな。串カツ田中行ったことないんだよ。なりさん行きたい。あ、どういう感じなん。普通に自分でやんの。こうやって。どんな感じ。あ、やらないんだ。あ、じゃあ突然現れるみたいな感じなんかこちらです。いいなあ。屈指な何物語みたいなところは自分でやるんだ。なんか自分でやるのあるよね。くし、なんていうのこれ、物語、くしや、くしや物語。行ったことないんだよなりさ。串カツ屋さん行ったことないかも。あんまり一回はあるだろうけど、なんかあんまりなんかやったことない。なんか自分でこう、でもなんかやけどするんだよねえりさん、そういうの。なんか熱ってなってなんかやけどしちゃうタイプ。あ、やけどしない。あ、だってなんか油やん。だからなんかパチッみたいな。はっ、そう跳ねそうで怖い。メンバーと、いや行きたい行きたいよ。くしかすねえ、やばい。やけどしたの大丈夫そう。でも食べ放題いいな。なんか串カツならなんかどれだけでも食べれそうな気もするけどな。いやそうでもないのかな。油だからちょっとなんか胃がみたいななっちゃうのかな。今日行ったの。あ、行ってたね。なんか見たよ、なんかツイートみたいな。リオル結婚してよろしく。いけると思って。案外しんどみ。行きたい。いいな。でも美味しそうだね。服に跳ねる。それそうそうなの。服に跳ねるよ。なんかねやばいよね服に跳ねる。なんかやばい。すぐね、なんかね本当に良くない。なんかすぐこぼす。なんでかいな。なんか新しくその買った服とか新しく着る服とか絶対に汚す。1回目で、着た1日目で。ほんと困る。こんばんは。先生の隣に。やばっ。みんないけるじゃん。なえるよ、なえる、なえるよ。なんでってなる。マジで無理。
ね、ジルのワンピースを着てたのね。あれさ、買ったのはちょっと前なんだけど、着たのはあのお話し会の初めてだった。あの日もね、帰り際にね気づいたの。なんかリップがついてたのよ。しかもなんか膝のところへん、膝ん違う前ももあたりのとこについてて、なんかもうそう本当に意味が分かんなくない、なんでそんなとこについてんのみたいな。だって多分そのなんだろうな、こう塗ってなんか落としたんかな。でも本当に無理で、なんかそれを慌てて帰ってさ、なんか色物の漂白剤みたいなのやったん。したらさ、そのさ、でそれをやった後にさ、お水を含んだのでなんかこうポンポンポンってやったの。したらさ、なんかそのえ消えたって思うじゃん。したらさ、そのまあ干すやん、でこう乾くじゃん、でこう見るじゃん。したらさ、なんかそのこぼしたところの周りにそのまあなんていうの、水をこうポンポンってやったかな、なんかその跡がなんか残ってきたので、えみたいな、なんかちょっと意味が分かんないと思って、なんかそのリッパー取れたんだけど、なんかその謎のなんかそのなんか浮いてるやつが意味が分かんなくて、もうなんか多分どうしようもないじゃないですか。そうやってまた水をやったらまたおかしくなるし、でもう分からない、放置で普通にまあ着てる、バレないから、まああんまり本当に分からなくない、なんで本当にさ意味が分かんなくない、なんでそうなっちゃったのって。なんかそこだけちょっとなんかなんていうの、ファーンって感じの感じになったの。なんかそう、色落ちは多分大丈夫、やばくない、バレないとは思う、よく見ないと。でも本当にそういうことが多い、なんでなんだろうね、マジ困っちゃった、困っちゃったね、なんでかな、なんでそうなっちゃったのかなって言いたい。うん、こんばんは、どうもこんばんは。いろんなことがあるねって思うよ。気づかないよね、危ない、多分ね、その塗り直してた時だと思う、困っちゃう。なんなんだろう、なんかどこ見て食べてんだろうね食べるものをこぼしたりとかするときって、しかもその気づいてないとこがまたおかしい。こう自分が食べてその気づくじゃん普通、あ自分ここが今落としちゃったなみたいな、気づかないのがさまたおかしいやんね、本当にね。そうどこ見てんのね、えどこ見てんだろうね、え見てないのかな食べ物。でもさこうやって食べるときさ見るくないで、そのまま見てさこういや食べるくない、そしたらさ分かるじゃん、その間に落ちたとか落ちて、どうなんだろうね、なんか本当に意味が分からない。鎌倉のときは見てなかったよ、でもああいう感じなんだと思う私いつも、だから多分見てないんだろうね結論見てないんだろうなって思うよ。変なのありえなくない、普通になんで見てないんだろうね。気に入ってた服にコーヒーこぼしてない、それは辛いね。コーヒーとか落ちんくない、あんま。だってなんかちょっとなんていうの、色
が濃いしさ、なんか落ちにくいよねって言われないよく。これからは口に入れまで見た方がよかった。こうやってこうやってこうね、寄り目になる寄り目になっちゃうよ。うん、見てないのに口まで垂れず、なんかそれもそれでなんかね、でも見てないことないとは思うんだけど、全くね、それはね、謎いよ、本当に謎だよ、全部が謎ね、やばいじゃん、口に入れる瞬間上を見てそうってやばくない？どういう状況？上を見てんの？やばいねそれ、大丈夫かも。飲み物、あー飲み物ね、飲み物もこぼす時ある、やばくない？なんでそんなにこぼしちゃうのかな、口から漏れるか、なんでなんだろうね、本当に意味が分からん。あでもなんかたまにさ、ペットボトルのその飲み口のところがなんか飲みにくいものあるよね、それはしょうがないと思う、だって飲みにくいもん、それはこぼすってなる、それがそう間違いない。え、私的にあのさ天然アルプスのみたいななんかお水あるじゃん、あのさペットボトルのち広いじゃん、え、あれめっちゃ好きだけど、でも広すぎなって思う方も多いかな、やっぱあれはどうなんだろう、すごいさピンポイント、あのアルプスみたいな、天然アルプスみたいなやつ、あれめっちゃ飲みやすいかも、ボルビックとかも、あデカめかも、割とコーヒーの缶最近広くて、あ、え、それ広いんだ、なんかちっちゃいイメージだった、キャップ閉まってたのに、あーあのね曖昧な感じある、曖昧な、エビアン大きい、エビアン大きいかも、大きいね、だいたいなんか最近大きいのかな、なんかなんでもキャップタイプのコーヒー飲み口広い、広いか、え、なんか広いの多いね、クリスタルガイザーは小さい、あ、小さいかも、え、めっちゃちっちゃくない？なんか逆になんかねちっちゃいね、マイカツ仲いいですか？ないです。アルミに。やっぱ大きいの多いね。なんか大きいかも。なんかさ、改良されてるとか。そう思ったらさ、その飲み口が小さいし、そのクリスタルガイザーとかはさ、ずっとちっちゃくない？なんかあまり大きくなってないよね。いよいよのみなちやっほー、ヤクルト、え、ヤクルトの缶とかずっと飲んでないや、ヤクルトでも好きだよ、ずっと、確かに広すぎるとね、スッキンヤホー、広すぎてこの前
辛い。鼻痛いよね。勢いよく出てきすぎるよね。なんかねむずいよな。なんかちょうどいい、なんかちょうどいい。やっぱな、私だからやっぱ天然アルプスが一番好きかも。天然アルプス歩きながら飲むと、ねえ、私歩きながらさ飲めない。そういう人いない？歩きながら物飲めませんみたいな。私無理。リサピヤッホー。マジで飲めないんだよね。止まったから立ち止まるよ。どうしても飲みたいとき。飲むけど分かる。マジ？飲める？ストローならいけるかも。なんかさ、歩いてるとさ、まあ、当たり前なんだけどさ、なんかこうなるやん。こう、わかる？なんか だからなんか飲めない。そう、立ち止まるんだよね。だから歩いて飲んでる人ってすごいと思う。でも、どうやって？って思う。波ある。そう、波ある。めっちゃこう、こうね。だからね、止まんないとね、飲めない。なんなら車とかも怖いもん。なんか車怖くない？急にこう止まったらわーみたいになりそうで。待って、絶妙に揺れは 待って、揺れを合わせるの？自分が？自分が対応するってこと？やばくない？すごいよ、それは。めっちゃじゃん、もうめっちゃ器用だよね。今日コーラ買ってすぐ手が、なんだろう、滑ってかな。つらい。コーラ好きや。面白すぎ、合わせるの。なあ、ちまた見に来てありがとう。滑ってか、つらい。しかも炭酸だとさ、やばいよね。こうパッてなっちゃう。昔、イロハス。握りすぎ。イロハスね、イロハスの飲み物、柔らかいタイプあるじゃん、なんか謎に。あれめっちゃさ、やばいよね。なんていうの？柔らかい。お酒は下に穴開けてん。こぼしそう、それは。ハチビ、ヤッホー、ヤッホー。あまねちゃん初見さんだ、やっほー。最近ストローが不便じゃない。あーね、確かにストロー、そうだよね、紙になったよね。確かにあれ時間経つとさ、やばいよね、ブヨブヨになっちゃう。みおちゃん、クマありがとう。 I love you。2回目のヤッホーじゃん。ありがとう、また見に来てくれて。紙ストローの味、無理すぎていつも嬉しく。いや、でもね、そう、なんか、確かに紙の方が、なんかその、健康じゃない。地球とかにはいいんだろうけど、なんかやっぱそう、すぐ飲まないと、やっぱ飲めなくなっちゃうし、そう、結構、ね、あるからさ、わかる？ね、わかるよーって。
紙製のストローいい。いやでも苦手な人多そうだよ、うん、苦手な人多そうだよ紙ストロー。のりひろくん、タワーくれたの、のりひろくん、ありがとう。のりひろくん、紙ストローさしすぎて溶けた。え、溶けた紙の、やばい。それは、え、大丈夫、それ、それはね、やばい。普通にモスワが、あ、変わってないんや。え、でもね、わかる、変わってるとことね、そうじゃないとこあるよ、マジで。ゆずしとして紙ストロー、あ、飲めないの。え、好き、美味しいよね、ゆずしと、ゆずしとラスティン。かん、そうね、環境にはね、やっぱ環境。9月17日の話から朝、えー、ありがとう、朝からなっちゃ。環境ってむずい。のりひろくん、りゅうのりひろくん、のりひろくんに書いてくよ、へい、やほー。ねえやばい、待って、誕生日の、ねえやばい、今日みんな生まれてるおめでとうすぎ、やばい。ねえすごくない、ちょっと今日4人目なんだけど。ね、のりひろくん4人目だよ、誕生日の方、すごくない？びっくりでしょ、絶対自分でも。マジかってなってる？すごくない？マジですごいよ、こんなにことある？こんな生まれてみんなすごいよ。爆誕パーティーだね今日は。お誕生日、同じお誕生日、大集合スペシャル。え、本当に来週その4人で、え、マジで言ってるそれ、マジで。え、仲いいね。え、そんなことある、仲良すぎじゃん。じゃあお互いお祝いし合って、お互いおめでとうみたいな感じで、もうみんなおめでとうみたいな感じでお願いしますね。え、でもなんか楽しそう、なんか一緒の誕生日のさ方がさ、こうなんか一緒にこう集まってさ、でいいね、なんか楽しそうだね、めっちゃ。おめでとうございます。あ、待って、間違えた。あ、ショールームの人じゃなくて、高校時代の同じ、でもこう、え、でもさ、高校時代の同じ誕生日の方いたのすごくない？いなかったよ、多分私。あ、小学校の頃いたわ。プレゼント交換楽しそうで、いいね。いいやん。なんかさ、しかもさ、大人になってからの、プレゼント交換めっちゃ楽しそうじゃない？なんかさ、学生とかの時はさ、大体まあさ、あるじゃん、それなりのさ、なんかお金もさ、なんかやっぱ学生だからさ、中でにするじゃん、やっぱ。だけどさ、社会人とかになってくるとさ、マジで変わるじゃん。え、楽しそうだね、絶対楽しいじゃん。はい、のりひろくん、お誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、おめでとう、おめでとうございます。大根なじみおめでとう、本当に。え、楽しんできてね、お誕生日のことのお食事会、楽しんできてね、おめでとう。
おめでとう、ほんとすごい、このショールームで4人目だよ、同い年、やったね、うん、おめでとう、すごくない？本当に今日4人目だよ、4人目、すごいすごい、大好きだよ、ありがとう、見に来てくれて、ほんと楽しんできてね、マジで、うん、誕生日以外もなんかお祝いとか全然何でも見てくれるだけで、あ、なんか光る、うん、楽しんできて、楽しんできてね、アイキュン、ヤッホー、今日は宝くじ、え、あ、そうなの、え、なんで、え、9月2日、なんかあるのかな、た、なんかある、なんかある、金魚、ありがとう金魚、エクもなやちゃん可愛い、大好き、ありがとう、うんうん、9時、あー、そういうことか、そういうことね、すごっ、そうなんだ、やばいじゃん、トントンクマありがとう、 I love you、 すごいね、みんなよくそんなさ語呂思いつくよね、宝くじとか思うけどさ、当たるんって思わない？マジって疑っちゃう、まあ疑っちゃいけないけど本当にって思う、え、ねえやば、マジでいるんだ、すごっ、な、な、でもなんかもう、え、マジ、いや、なんかそっか、もうなんか身近にいると、まあそっか、信じるね、信じちゃうね、そうだね、買わないとね、最高7万もすごくない、そんなだって当たるもんじゃないよね、そういう系っていまいちさ分かってない、スクラッチで3000、え、でもじゃない、え、す、まあ、全然あた、え、すごいじゃん、当たって、すごいやん、すごいよ、みんなまたちょっとなんかあれみたいになっちゃってるけど、なんかループみたいになっちゃったけど、すごいよね、え、1円、え、すごくない、あ、でもまあそっか、その買った分のにもよるか、買った分が1万超えてて1万当たったら、まあ確かに、まあ、まあまあか、え、すごい、でも何も分からずに当てそう、やばい、分かんない、その時は300円、え、すごいじゃん、え、すごくない、それはすごいよ、やったことないよ宝くじなんて、さまちょこちゃんありがとう、今日も来てくれて、ないな、でもなんか楽しそうとか思っちゃわない、なんかちょっとなんか謎に、スクラッチ楽しい、楽しそう、そういうの好き、なんかこう削ってなんかやるやつ、モカチン、ヤッホーヤッホー、おゆうちゃんこんばんは、こんばんは、レグルさんだ、クマありがとう、 I love you、 ショコちゃんめっちゃ当たってるから多分大丈夫、すごい、すごくない、ボートレース部はね、本当にわからない、何にもわからないですね、こんばんは、カズこんばんは、なんか本当になんかそういうのをやんないで今までこう生きてきて、人生、そうだからね、何もわからないんです、うん、やったらハマりそう、やめた方がいいよあ、でもね、やらない方がいいってはね言われるよ、よく
やらない方がいいって言われるっていうか、あんまり1ヶ月前くらいに初めて8万、え、すごいじゃん、500円が4万9000円になったことがあるのどうします、一緒に、なんか誘われてる誘われてるよ、マジすごいじゃん、え、みんな結構当たってるね、すごいね、年に1回だけやる、それぐらいならまああれかも、でもどう、いやでも分かんないな、でも当たってることしか言わない、いやでもそうだよね、だってさ当たることの方が少ないわけじゃん結局、だからなんか普通にあれってこと、なんかその趣味の一環だよね、それはその趣味の一環としてやってるってことよね、でも確かにそうね、でも本当にねえ分からないよ人生負けのが多いからね、突然の人生、まあね、当たることとかだってないんじゃないかって思っちゃうもん、そんな、あんまりねみんなやったことがないんだよな、私の周りそういうくじとかなんかそういう感じの、人生なんだろう、いけ、もう嬉しいよ私のね自力、アイス、まあ確かにね、一番くじってさ何の夏のつぶの仲間、え、私じゃないかったの、ゆまゆま、これさ何だろう、ハロウィンみたいなやつ、ハロウィンじゃないや、なんかパソコンみたいな、かわいい、ハマったら抜けたくなる、あらー、それはやばいね、あ、それが一番くじか、コンビニでグッズとか売ったやつか、いやあれもなんかさ、そう緊張するよね、渡れとかいう気持ちで、こんばんは、ひとみちゃんちょっとだけ、ありがとう、嬉しい来てくれて、来月か10月、あなんかあっという間じゃん、もう10月、信じられない、信じられなくないって、ゴスクマ、え、あ、調べてきてくれたの、え、嘘、ゴスクマなの今の、一回見ていい、え、ゴスクマか、え、じゃあハロウィンってこと、ハロウィンなんだ、ゆうゆうくん遅くなりました、ありがとう、え、ハロウィン、もうびっくり、トトゾに結婚してよろしく、10月28日ため、あ、やば、もう来月だね、かい、こんばんは、こんばんは、夜勤中にこっそり見に来たよ、え、夜勤中なの今も、
頑張ってる。なっちゃんハートありがとう、ハート、うん、そのがえだと思うけど、え逆になんかある他に、えどうなんだろうって思うけど、けど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 、どう今大丈夫だよね、大丈夫、あー全然、さとみちゃん、ゆうまるこんばんは、今日も一日お疲れ様です、お疲れ様、なーちゃんいっぱいハートありがとう、たくさん、うん、こんばんは、どうもこんばんは、すごいなんか尊いっていうやつ久しぶりに見た、尊い、ありがとう、なんかこっそり見てくれて、うん、今日は埼玉でごはん、いいじゃん、最高、やっほー、尊いを久しぶりに見たよ、てかなんか尊いはもうあれか、レギュラー化した、やっほー、たか結婚してよろしく、うん、もうレギュラーなんだなんか言葉違うかもけど、レギュラーかね、ずっとあるんだ、じゃあやばい、来週、あもうまたスペイベ早いね、で終わり、もう早いね、あお塩ちゃんこれあれだよね、ゴスクマね、あでもさよく見たらあれじゃん、私がジャンキーズでさやったあれやってるじゃん、これなんて言うんだっけ、ヘッドドレス、かわいいヘッドドレスだ、すごいね、ぐするりちゃんだ、えでもさこれハロウィンだよね絶対に、えもうハロウィンのさあれになったの、ギフトになったの、なっちゃんありがとう、でも逆にさこれしか見てなくない、そういう系、かぼちゃとかないし、ねえ、えなんかさ夏とさハロウィンが共存してない、今なんか花火もいらっしゃったりもするしね、え違うのかな、えじゃあなんだろう、普通になんか可愛いよみたいなハロウィンだからっていうよりかはなんか可愛いよみたいな面白すぎる、ゆうた花火ありがとうね、ショールームさん夏待って、やばい面白いね、だって不思議だもんね、なんか謎に夏の暑さ長引きすぎだよね、ね思う、それホンテッドマンション公開された、あれ公開されたんかも、あれ怖そう、気になるけど、来月ハロウィンねやばくない、ホンテッドマンション面白いの、え怖いのはないのかな、ちょっと気になる、今花火大会面倒やのに、確かにだよね、うーん、めっちゃ気になる、なんか最近めっちゃ CM 見るからさ、そのあのホーンテッドマンションのやつ気になる、さちこちゃん結婚してよろしく、明日見に行こう、今日から公開された、今日からですかね、へえ今日からになったのかな、昨日から、うん、
怖くないのかな。めっちゃだってなんか CM めっちゃ見る。これも映画楽しみね。あともう今月もう早いよ。びっくりだよ、信じられない。もうそんなに早いなんて。ディズニーハロウィンも行きたい行きたい。 CM しだしたよね、めっちゃ。ていうかさ、すっごいずっと行ってない、夢の国なんて。マジで行きたいんだよな。なんかさ USJ めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖くない？なのにさ、ディズニーはさなんか割とかし平和じゃない？なんかまだなんかハロウィーンみたいな、なんかかわいいみたいな感じだけど、なんか USJ のやつなんかリアルに怖くない？なんかマジで怖い、追いかけてくるやんね、マジで怖い。でもそ、でもまあそうだよね、その差がね、あれだよね。ユニハロガチでいい。怖くない？目が白いのやめてほしい。わかる。なんかさ、分かってても怖くない？それは絶対にカラコンだって思っても怖いもん。いざそのなんかそういう人見ないじゃん普段。だからさ、なんかいざ見るとなんかびっくりしちゃうよねって思うよ、めっちゃ。USJ の CM やばい、やばい、本当にやばいと思う。マジ怖い。帰ろうとしたらそうやって来るね。みんな行きたいって言って、マジ行くの？でもね、一回行ったことあるよ、ハロウィンの時期に。マジで怖かった。なんかあのさ、バスにさ、あのゾンビの皆さんがいらっしゃって、あの来たんですよ。怖かった。ゾンビ踊っ、なんか踊ってたよ。なんかそうそう、ゾンビの皆さんが。でもその、あ、まだ全然コロナ禍じゃなかったか。なんかね、本当に怖い、追いかけてくるから。普通になんかそのなんかもう顔とかも見てられない、怖い。先日インフルで、よかった、治りました。そう、怖いよマジ無理。やっぱ追いかけてくるのが良くない、心臓に悪い。かよぴやっほー。怖さ対策で可愛い人の生自身お守り入れてくる。いやマジで本当に怖いから。そうなの？逃げるから。でもさ、逃げんくても来るやん。だってなんかそういうさ、もうなんかそういうなんて、なんか習性じゃない。追いかけてみるの怖い、無理。そしたら追いかけられそうじゃない？怖いものを見るときは現実は普通の人って心。まあそうだね、それは間違いない。本当はだって普通にいい人なんだよねって。いやでもなんか分かってても怖いもんな。怖いよ。でも私一回そのそういうなんかカラコンしてみたいんだよね。なんか白い、逆、あの白目がさ元でさ、あの黒目がチョンみたいなやつ一回やってみたい。でも一回だけね、一回だけやってみたいけど、それだけでも怖そう。お話し会で入ったら一旦それだと怖いよね普通に。赤とか、いや赤とかもあるのか普通に赤。でも一回やってみたいけどさ、なんかその何泊もいらなくない？一個でいい、一日だけでいい、とか一日分なんていうの、もうそれだけでいい。だって普段さ使わないじゃんそんなの。普通に使わないじゃん。やばくないそれ使ってたら。やば、驚かれちゃうよ突然って思う。怖
怖いよ普通に。シーンで売って、あ売ってそう。えでもさ、そういう系売ってなそうじゃない？そうな、カラコン系とかも売ってないイメージある。みんなでドッキリ、え怖い無理、やばいよそれで普段使いなんてしてたら大事だよ。そんなね、そんなことね、ダメだよ。そんなことをしてはいけません。安いカラコン怖い、なんかやばそうだよね。なんかそのやばくなったことないからあれだけど、なんか怖いよね。どうする、なんかそれでめっちゃやばかったら普通に怖い。なんかそういうのが怖いかも。なんかされてるのかなって思う。え、それならドッキリできる。だって必然的にドッキリできるよ。それは。うん。でも一回やってみたいな。なんかそれはある。でもなんかハロウィンとかなんかそういう時じゃないとちょっとなんかやばい、やばいから。え、シーンにあるんだね。知らなかった。え、ね、真っ黒も怖いかも。なんか当たり前に白は怖いけど真っ黒も怖いかも。黒目がないみたいな、え白目がないみたいな、え怖い、結構怖いかも。それはなんか普通に怖いかもね。そう、霊的な怖さある。やばマジか、怖い、怖いかも。宇宙人的な、ああ影響されて友達と全顔、全顔のカラコンがそういうこと。え怖い、怖いかも、目痛すぎて撮ったやばい。え怖い、怖いよ。え怖いんだけど、みんな大丈夫そう。え娘ちゃんかわいい5歳なの。怖いよ、白目のとこが黒で黒目のところ、えなんかいろんなのが混ざってない、なんかいろんなの混ざりすぎじゃない。え怖い、なんかそんな冒険したことないやん、そんなマジで。え知ってる、なんか東京そのなんたらみたいな知ってるよ、なんか見たことあるよ、なんかなんだっけな、何かで見たことある。怖いよマジで、怖い怖いよ本当に、無理かもね。今シーンで見たらハロウィン限定真っ白の顔、やばい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 、え怖い、知ってみるだけだよね、やだ。なんかさ、そういう怖い系のなんかカラコンとかしたことないけどなんか怖いかも。なんかいろいろ考えたらちょっと普通に、普通に怖いかも、普通に怖い。全顔は痛いの、真っ赤、え痛そう、なんか普通に、普通に痛そうじゃない、なんか。でもさ、いやでもわかるよ、確かにそのメイクとかでもできるじゃん、なんだってさ、こう怖い怖い特殊メイクみたいなできるけどさ、なんかなんだかんださ、なんかそういうさカラコンとかの方がさ、こう見た目でさすぐなんか怖いのができるもんね。なんか普通に出来上がるやん、例えばなんか普通にもうメイクとかもあれだけど、もうそういうなんかなんていうの、白で黒のなんかあれ逆のやつとかのカラコンしただけで怖いもん普通にね。
って思う。そんな日、怖いね。だからあんまりやんないよね、そんなの。もう安定の、安定だよ。まあでもたまにはいいのか。あんまり普段はできないとか。だよね。目に入れるの怖くて。いけるよ、案外いけるよ、マジで。慣れる、慣れだよね。何色の、その何、ハロウィンとか関係なし、普通に、普通だったら何だろう。でも何の色が似合うかね。普通に青とか、青系やってみたいかも。あんまりないから普段。それ慣れればね、鏡も、そうだ、全然何でもいけちゃう。何でもいけるよ、慣れはあるね。かゆいよ、ずっと髪の毛が当たって。慣れはありますね。でもなんか楽しいよね、わかる。いろいろね、できるからさ、なんかな、30分、私なんか何のあれもない、なんか覚えてないな、記憶がないけど。グラデーションとか、確かにグラデーションとか良さそう。でもなんかさ、髪色とかもない？なんか髪色も合うとかあるじゃん、その合わないとかも、合わせてとか。だからまあ、でも今の色だったら別に何でも合うのかな。あんまりなんかあれだけどね、肌色とかね、そんな気持ちよ。今年のハロウィン、でもさ、なんかね、思うんだよ。なんかさ、写真とか撮るじゃん、でさ、あげるじゃん、それが怖いんだよね、なんか自分も。だからさ、難しい、それが怖い。髪色とね、あるよね、バランスある、めっちゃわかる。なんか色が普通に、でもこの色だったらまあ選ばないのかな、特に。そうなんだよね、なんか変に怖ってなるもんね。可愛いよりもなんか怖がなんか勝つよね。あーね、逆にね、お話しかい、まあ確かにそれはいいかもね。確かにそれはまあありよりのありではある。やっほー、ヒッキー、ありがとう金魚さん。え、でもなんか怖い、なんかでも怖そうだね。怖そう、普通に。金魚いっぱいだ、なちゃん、こんばんは、みち、どうも。やばい、ほんと。怖いね。まあハロウィンはそういうイベントだもんね、みんなでわちゃわちゃ。
二人ついで来てんの、アーモンドさん。え、なんか見たよ、ツイートなんかしてくれてたよね。見たよ、隣にいるスタ。え、いや、スタッフさんってさ、一番気まずいだな。目合わせるときは気まずくない？ちょっと自分の目見られて引かれたらどうしようとか思っちゃうから、なんかめっちゃ控えめになっちゃう。控えめになるけどさ、結論なんかその見るじゃんね、どうせ画面で。だからバレる。今年のハロウィンの渋谷どうなる、やばそう。え、でもさ、去年でも やばそうだね、普通に。あんなさ、ハロウィンでこうワイワイはちょっとさすがにできないから、なんかテレビでこう見たりするだけなんだけど、すごいよね、ワイ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 してるよね。めっちゃパリピだよね。ありがとう、アーモンドさんはあんな推しかな。今年は何の、え、確かに今年は何だろう。え、な、何、何が流行ってる。え、なんかでもピンとこないけど、なんだろうな。なんかさ、アーニャとかあったよね、去年とかね。今年はなんだ、なんかもう何もないね、わからん。なんかでも見たら、ああってなるかもね。流行り系、あ、アンナをしてるの、ありがとう、来てくれて。なんだ、推しの子？あー、確かに。あー、でもなんか、まあでもそっか、あー、わかんないな。なんかでもさ、それ、あー、でもむずそうね、なんかむずそうじゃない？アニメでしか見てないから、なんかこうピンってこないね、なんか。本当にわかんないね、なんだろう。楽しみだけどね、ちょっと見るの。何が多いんかね、今年は。でもなんかさ、何でもありだ、ありだよね、なんか何でもありだと思わん？なんかいっぱいだっているんだもん、たくさん。だってさ、なんかさ、絶対関係ない、なんかボーリングのさ、ピンとかの人もいない、って感じになるもん。なんでとか、なんかドラえもんとかもいるだろうし、なんでって感じのもういる、いらっしゃるからさ、なんかないよね、なんでもありって感じ。ガクトントン、ありがとう。タワさんなの、ガクトントン。何でもあり。あ、ちいかま？ハチワレちゃん？え、ハチワレちゃんとかも想像つかないんだけど。ハチワレちゃんって、どうやって表すの？え、でもなんかさ、これ言うとまあなんかさ、その失礼かもしれないんだけど、なんかその、なんていうの？アニメじゃん？アニメで、その、可愛いから、なんか、可愛いんじゃん。そのね、あんまそういうやつは失礼だけど、なんか実写するとちょっと違うくない？なんか実写違いそう。ガクトントン、自分分かれた、調理師を辞めたいと思ってんの？え、なんで、いいじゃん、超嬉しい。でも難しいのか、いろいろ。でもよくない？料理、料理すごい。
くない？料理とか。みっちゃんありがとう、こんばんは。みんな偉いよ。みんなお疲れ、終わった？今日みんないろいろやること。終わったの？ちゃんと。料理してる時にやめたい癖なの？え？やめたい癖？とりあえず終わってお疲れ。今日も一日お疲れってか、今日土曜だったね。土曜なのにみんなお仕事だったの？だいぶ頑張るじゃんね。だいぶ頑張るよみんな。こんばんは、さきちゃん。ありがとう、申し込んでくれて。明日早起きが偉いよ。気合だよねやっぱ。はい、ガクトントン。ちょっと意味違ったら本当にごめんね。頑張ってね。そのエプロンで調理器具を拭いてしまう癖をやめて。あら、ちょっと内容違うかもだけど、頑張ってね、頑張って、約束。でも調理師さんってすごいよね。なんかすごくない？偉いよ、毎日頑張って。うん、頑張ってポーズ。頑張ってね。でもほらかっこいいでね、すごくない？でもなんか今大変だよね、それは大変だよ。でも偉いよ、頑張ってて。応援してるよ、ガクトントン。偉い、頑張る。偉いよ、頑張ってて。約束。うん、偉いよ、ちゃんと頑張ってさ。いや、わかる、そうだよね。無理しないで頑張って。なんか普通にね、頑張ってねとかもうね言われても、そう頑張ってるよってなるけど、無理をしないで頑張って。リサちゃんありがとう。でもすごいよね、すごいよね。うん、すごい。今日も指針だけ取られて料理食べ、そんなことあるんだ。それはつらいよね普通に。ってなるやん。本当にやばいよね、なんかそういう態度とっちゃう。もやしなの結婚してよろしく。もやしなのアバター何これ？もやし生活とかいうアバターあんの？ウケるんだけど、面白い。就職頑張れ。すごい、みんないっぱい。厳しいね、厳しすぎる。そんな感じなんやん、偉すぎる、生きててね。え、人生偉すぎ。そっか、待って、そうじゃん、そうだね、そうだよ。ガクトンとセロハンテープにお話しするんだよね。でもさ、
でもそれは辛くない？なんでってなるよね。それはなるよ。間違いなくなる、それは。厳しい世界すぎん？でもなんかそうなのかな、その結局。まあでもそうか、どのあれもそうかな。でも厳しいよね。ありがとういっぱい花火メリダさん。あ、メリダさんじゃん。ショコラのメリダさん、ありがとう。たくさん、その人と口にするのやばい、やばいよ本当に。それ大事だから。アイカちゃんありがとういっぱい。それはもうやばいよ。こんばんは。いやーん、いつでも話に来てね。アーモンドさんだ。あ、尊い。ねえ、リサのあれ入れてくれたの？嬉しい。パンダさんの横にいる。ありがとうね。マークつけてくれて。みんな頑張ってた。かっこいいし、それよ。偉いよ。みんな、偉すぎる。タリア、ありがとう。美味しいって言って、いや、それはね、だってさ、それはだって、頑張って作ったものをさ、そうやって言われたら嬉しいよね。だってどんな料理でもさ、その作るっていうことがもうほらなんかすごいじゃんね。今さっき入れてきました。ありがとう、嬉しい。ありがとうね、入れてくれて。ソユンちゃんもありがとう。花火さんも、いやー、みんな偉いよ、生きてて。スペミアのためにもちろんありがとう。現代もありがとうね。人生なってる？しゅうや元気？もやしなのくまありがとう。 I love you。 やめないでこのまま。偉いよ。でもなんかもうなんていうの、無理だったらもう諦めよう。諦めも大事だしね、何事もねって思うよ。ゆりるちゃん、リサしかかったん。いや、思うね。そうなんかさ、なんか諦めたらなんかもうダメだとかさ、なんかっていうあるけどさ、とか逃げたらもうなんか負けみたいな。でさ、なんかそんなじゃない、なんかそんな言われてもさみたいな。急になんか強気。そうだよ、頑張ってるゆうた。その料理一品にその人の大きな努力。そうだよ、本当にそう。みんな優しいよ。そうだよ、もう本当に生きてる価値ある。あると思う。だって嬉しくない？なんか料理をさ作ってさ、それがなんていうの、美味しいとか言ってもらえたら嬉しいやん。それはさ、だって何でも嬉しくない？そうだよ、時には諦めも大事だよ。そう、もう無理だって思ったらもう諦めるんだよ。それはもう諦めていいよ。諦めよう、そういう時は。そうして生きていこうね。会社の同期とご飯食べててみんなで、マジで？ね、はずいんだけど。ちょっとはずいよ。ゆりえるちゃんだけ見な。今日落ち込んでたから元気やった。元気出して。そう、路線英語大事。もうどんだけでもあるから道は。 職員関係のコース、すごい、みんなすごい頑張ってる。
こんばんは。あ、ショコラの方がなんかいっぱいいるじゃん。そうだよ、前向きにね。道は一つではないよ。そうだよ、そうって思うね。人生どうにでもなるよって思う。うん、そう、セロハンテープじゃなくてよかったよ。寄り道した方が人生楽しい。うん、流されて生きるの流されて生きるは何、合ってんの言葉的に。うん、自分大学留年そうだけど元気だからどうにかなる。え、大丈夫、頑張って、それはね、留年そうなの、やばいじゃん、頑張れ定期的力が荒らす、マジマジ、そう、やばいよね、高低差激しいの、私のショールームって。あ、おめんさまさん、ありがとう、なんか可愛いやつ。仕事頑張れ、偉いよ、みんな優しいよ。またまた深い回になっててためになる。え、なためになってんの今、大丈夫。人生なんとかなる、なんかやっぱそうだよね、なんか人生なんとかなるマインドでこういきたいよね、なんでも。ここ最近深いよね、話わかる、自分でも思う。そう、自分を大切に、みんなで、そうだよ。寄り道で会った人と今でも、え、すごくない、それは。でもわかるよ、なんか深いけどさ、なんかそれはあるマジで。だってさ、それこそさ、なんか私がさ HKT のさオーディションをね受けてたんですよね。でさ、あのその時に教えていただいてたダンスの先生がいらっしゃって、なんかその先生とかもさ、なんか今とか全然会うことないんだよ、絶対ね、福岡にいらっしゃるからさ。だけどさ、なんかちゃんとさ、こうさ、やっぱさ、こう見てくださってるわけよ、今のね自分の活動とかで、インスタとかもいいねしてくださったりとかもして、でもなんか嬉しいよ、なんかやっぱりそういうさ、なんかいろいろあったけれど、なんかそうやってそこで出会った人がこうやって今もなんかすごいこう見てくれてるっていうのはって思って、そうで、うん、全部つながってるんだって思うよね。うん、感謝、そう、無駄はないよねって思うよ。うん、そう、深く考えたら自分が疲れるだけだよって思ってる。偉いよ。こんばんは、ゆめる、こんばんは。いろいろあって今が、そうだよ、なんだかんだどうにかなる。いや、でもそうね、そのマインドは大事じゃない、やっぱ。うん、どうにかなる精神、なんでもね。そうなの、先生優しいよね、マジで本当に優しい。そんなになんかめっちゃ関わったって言われたらそうでもないけど、でも優しい。よへい、こんばんは、いけるだった、こんばんは、どうも。うん、なあちゃんありがとうね、花火も前そんな話してた、してたよ。だから定期的にやってる気がする。嫌なことで終わったら、そうだよ、いろいろなこと、うん、見ててくれて嬉しい、嬉しい。なんかそう、コメントとかもしてくれてんのかな、ちょっとあれだけど、でもいいねとかこうさしてくれて嬉しい。
なんかそのしかもね、もうそのシングルのやつとかもいいねしてくれるんだけど、オフショットとか、それこそこの間のそういうのもしてくれるんだけど、なんかそのエスカワさんのオフショット載せたのとかもいいねしてくれたら嬉しい嬉しいです、とっても。なんかそういうのも嬉しい、なんかコラボの活動はもちろんだけど、なんかそれ以外のところで、そう、え、しかもなんだっけな、なんかもう昔とかもなんかね、そのページをね、なんか送ってくれたこともあって、なんかリサを見つけたよみたいな、しかもなんかなんだっけな、なんか美容室にその置いてあって、その雑誌がね、それでリサを見つけたよみたいな言ってくれて、嬉しい、優しい、みんなあーってなる、なりました。そう、めっちゃね、そういうのも嬉しいよね。なんか持ち歩いて会社に行って、行ってないなら何なの、でも嬉しい、見てくれたん、ありがとう、いい出会いだったよ。そう、野菜世界、まあでもさ、そういうのってまあ後でね気づくことがあるよね。なんかその時はさ、もうその自分のなんかもう全てになんか精一杯だから、なんかね、自分がそんななんていうの、思い通りにならなかったりとかするとちょっとなんかあれだけど、なんかそうやってね、時間が経つと自分もその大人になっていったからねって思います。やば、58分だって。ランキングだね。じゃあランキングタイムですかね。無限時計を開き、はいっていう感じで、じゃあランキング読んでいきます。13位コア、12位ネノユータ、11位レグルス、10位オメーザナフ、9位ミオ、8位シンイチ、7位アーモンド、6位トメゾ、5位ハリーオイル、4位モヤシナノ、3位ザンマイちゃん、2位ノリヒロくん、1位ガクトントンでした。ガクトントン、そんなに悩みすぎないでね。そしてノリヒロくん、お誕生日おめでとう。改めてすごいよマジで、お誕生日の方本当にいっぱいだったよ、ありがとう。改めてお誕生日もね、おめでとうございます。今日も見てくださってありがとうございました。爆誕祭りだったね。じゃあみんなはゆっくり休んで、とりあえずリサも明日また長いから頑張るよ、集中してね、頑張っていくよ。とりあえずマジでお風呂、みんなもお風呂まだな人は頑張って入ろうね。明日は日曜日、頑張っていきようね。バイバイ、おやすみなさい、またね。あと10秒ぐらい。ツイートするのありがとう、いっぱいツイートもいつも見てるよ、ありがとう。みんなおやすみ。